と私たちこういう機会とか全然もらったことないんですけど、バクセさんが受け入れてくれてですね、素敵なライブにさせていただきました。何言ってるか全然わかんないめっちゃ楽しかったです。ありがとうございました。めっちゃみんな可愛くてすごくやりがいがありました。やってる時に目が合うんですよ、後ろ見た時。だからもううわーみたいな感じ。間違えちゃいそうな、可愛い、可愛い、とっとなんか曲もすごいかっこいいのが多くてね、やりがいがありました、うんね、楽しかったです。4周年おめでとうございます。ありがとうございます。勝手なあれなんですけど、私たちもだいたい結成してちょうど4年ぐらいなので、うん、勝手に親近感湧いてます、まず2月にWWW という渋谷の箱でロマンがあるので、それをまず成功させて、それからたくさんね、これからもライブ大好きなのでライブ活動をめっちゃやっていきたいと思いますたくさんライブは引き続きやるつもりなので、どんなところでもぜひいつでもお待ちしてます。 Twitter などフォローしてくれると嬉しいです。よろしくお願いします。待ってます。名前ですね、もうやること全てが初めてのことばっかりだったので、最初はもうできないとかどうしようって戸惑いの方が強かったんですけど、せっかく皆さんが応援していただいた他のクイーンなので、ここまで頑張れたことはすごく嬉しいことですし、一つ自分が成長した気もします。一番思い出に残ってることは、そうですね、バクステ外神田エッチェメさんと一緒にバーベキューをやったロケなんですけど、あのロケがすごく楽しくて、食べ物も美味しいし、何よりバクステ外神田エッチェメさんたちとすごく仲良くなれたっていうことがすごく嬉しくて、同時に今日のゼップ東京の取材ロケも皆さんといっぱいお話できて、もうなんかすごい嬉しかったです。楽しかったです。今年の目標はですね、私が所属しているヘイトドリームというラウド系バンドの活動を活発に、もっともっと活発にして、もっともっと多くの人に知ってもらうことですね。思い残していることまだやりたいまだやりたいけどそんなことできないので、そうですね、思い残していること、私すぐよく噛むので、それがちょっと思い残したことですかね。ちょっと後悔ですね。噛んだままオンエアされたりされてたので、あーやっちゃったなって思いながら見てました。はい、乙女心の鍵、本日店舗初お披露目1回目、結構人もいるそうなので気を入れて皆さんにお届けしましょう。バクステ外神田一丁目行くぞ。あー初めてございます、はいはい、もうバックステの店舗とどまらず一丁目センター巻き起こすぜ。はい、これから新曲お披露目してきます。お披露目に出る人、はい、